皆さんこんにちは、ケンジチャンネルです。ということで、平成最後の一日を皆さんいかがお過ごしでございましょうかね。私はですね、この平成最後の一日に積み絵をさらに積むという行動を起こしたいと思います。どういうこと？積みゲーといえば消化なんでしょうけれどもね。いやいや、言うてもね、でもね、僕ね、最近買ったゲームなんかね、どれもね、ちゃんとね、クリアしてるんですよね。意外にも。時間ない時間ないとか言っておきながらね。意外に。ね。これまだインストールしてね。積んでる。ちゃんと積んでるって思うでしょ？ね。なんだなんだ、まあまあ、今年出たゲームのほとんどはクリアできてるよね、とかっていう話なんだけど、実はね、今年買ったゲームこれだけじゃないんだよね。俺今年のね、正月にね、そのプレイステーションストアの正月セールの時にバッてね、ゲーム買ってんのよ。ファイナルファンタジー10とか、7とか、あとね、アサルトなんちゃらカクタスっていうのとかも買ったり、イカルガも購入したね。あと、あれ、ホローナイト買ったね。全部積んでるから。全部積んでるから。だからまあ、6、7本積んでんだよね。しかも積みゲーってさ、まあこういうさ、見た目的にもまあ、積まさっていくわけだよね。このなんかまあ、美しいよね。これはこれでね。ありだなと思うんだよ。積むために買うと言っても過言ではないんです。ダウンロード版をね買って積んでてもなんかね忘れちゃうよねデータだから。こうやって机の上でもまだやってないゲームこれあるよとか言ってだったらなんかもう忘れないけどもさ、データのやつは大変ではないとかって思いつつも、今ねそのプレイステーションストアでそのあれだ、あれやってんの、セールやってんの、ゴールデンウィークセールをまさにやってん。これが5月7日までとかだったっけ。いや買っとかないとダメでしょこれ言ってもね。というわけで今回はですね、予算を5000円までにして、セールでね、バッツリゲーム買っていこうじゃないというところ。で、もう積んで積んでね、いつゲームやるなって話だから、ライブ配信とかで、その、積みゲー消化配信みたいなのをね、今度やろうかなとちょっと思っております。ね。5000円でどれだけ買えるのか、やってみる！さあ、そんなわけでね、早速ね、購入していきたいなと思って、ゲームウィークセール2のページに飛びましたね。って言ってもね、今回ね、じゃそんなノープランっていうわけでもなくて、ちょっとだけで目をつけてるものが1個だけ、いや1個しかないか目をつけてるもの、まあまあまあそれはあるんだけれども、ちょっとこのページ開いた瞬間にもうすでにね、いかんこれもう最高か、まず何、見て、ニーヤ、ペルソナ、パワフルプロ野球、キングダムハーツ3、地球防衛軍5と、ちょっとなんか変なの出てきて、値段とか見えない。キングダムハーツ3だけ、ね、なんか値段見えねえな、これ。なんだろう、ちょ、なんだよ。出てくんじゃねえよ、その、規約、プライバシー、ストアについてとか出てくるのせいで、俺が今注目してる部分の値段が見えねえじゃねえか。もう、ここで見るのはやめよう。じゃあね、まずね、もともとね、買おうと思ってたアイテムから買いに行っていい？ね。まず追加アイテムなんだわ。これ実はね、正月の時にもやったんだけど、デッドバイデイライトのさ、この追加コンテンツ買ってないの買おうと、これこの辺全部購入してんだけど、まとめてねその時買ったんだよね。で全然使ってないっていう、びっくりだよねこれね。で今回これさ、これまだ購入してなかったから、いや違うんだよ俺ね、デッドバイデイライトまだやりたい気満々なんだよね。でこれいくらがいくらになってんの、これ785円か549円、超得で、いや200円ぐらいか別に今買わなくてもいいなと思うんだけど、カートに入れる、入れていきます。よし。で、追加コンテンツはとりあえず置いといて、今回予算がなんだって5000円だから、これ見て、この 61% 以上のオフが固まってるページがあるんですね。ここ見ていきましょう。さあ、何を買う？何を買う？もう乗っけからウィッチャー3が 70% オフだよ、これ。2099円で買えるんだよ、これ。ね、こんなもんさ、まだ買ってない人だったら買った方がいいけれども、このゲームね、酔うわ。ちょっと酔う可能性あるからね。それだけ加味していただければいいんじゃないかな。ウィーレがあって、グラセフも僕やってないんだけど、まあ別にいいかなっていうところ。で、FIFA 最近俺すげえやってんだよね、実はね。そのオンラインもやってないんだけど、その、あれ、なんとか、アルティメットチーム、もういい、わかんない。ゲームモードの名前がわかんないんだけど、なんなのあれ、ゲームモードの名前ややこしいんだよ。あれなんだっけ ?FIFA アルティメットチーム。そうね。FUT とかって略されてるけど、略し方悪くね？ FUT ってなんか語呂が悪いような気がするんだけど、まあそんな関係ないの、すげえやってるんだな。というわけで、まあだからなんだちゃうの人はね、今回買うわけじゃないんだけど、ね、FIFA があるね、というところだね。Need for Speed, For Honor。For Honor とかね。っていうか、この画面なんこれ？ゲーム2列でしか見せてくれないの。見づら。
見づらー。なんかさ、画面いっぱいにゲームバババって4列ぐらいに出してくれた方が見やすいよね。2列か、見づらいな、うん、あ、ちょっと待って、ボーダーランズ、なんだ、なんて書いてあったんだ。ちょっともう文字がさ、表示されるスペースも少ないから読みにくい。今度ボーダーランズ3出るからね。ボーダーランズ2はちょっとやってみたいなと思ってたんだけど、これいくら410円ってやばくね。それ買いだろ、そんなの。買いだろ、買っとく。でいつやるんだって話もあるけれども、あー、買い物になっちゃった。最後さ、カートに入れて、まとめて購入しようと思ったんだけど、いや、もう購入になっちゃったよ、もう。ダウンロードになっちゃったよ。いや、くそ、もうしゃあねえか。いや、予定と違う感じになっちゃったけども。なんだよ、もう、うまいこといかないね。シムズ4。いや、なんかこういうさ、のんびりやれるのいいなとは思ってんだよね。これ、街眺めるゲームでしょ、これ。街を眺めるゲーム。エレクトロニックアーツか。ちょっと FIFA で楽しませていただいてるから、ちょっと相性いいなとは思ってるんだよね、最近ね。まあでもちょっと一旦置いといて、ちょっと猫が外で泣いてるわ。ちょっと待ってて。チャーチルもちょっと買い物手伝ってもらおうかな。おい、チャーチル、俺のどれゲーム買ったらいいべ。よいしょ。シムズは1518円ね。ちょっとね、保留にしておいて、見ていきましょう。なんかこの辺のプロレス系のゲームか。UFC っつうのはね。バトルフロント2があって、いや、ちょっと待ってね。違うんだよね。違うんですよ。聞いて。いや、俺、このゲームの評判がどうかはちょっとね、あまり詳しくは知らないんだけれども、割と好みなんだよね。割とか、なんか、なんだろう、このどっしりした女の子の絵が、割と好みだったりしてて、いや、俺今からすごい、子供が見てたら怒られる一言言っちゃうかもしれないんで、お父さんお母さんの子供がいたら、ちょっとお子さん、外させていただいて、このゲームに出てくる女の子はね、毛濃そうだよね。怒られる、ほら、もう、ほら、言った。これ何これ、あーしようとしてくる。これ、イチゴではないぞ、これ。絶対に。つぶつぶがねえからな。ゼリーか。これ、なんかやばそうなもの俺に食わせようとしてねえか、これね。でも結構いいな。いいけど、まあ、ちょっとね、ギャルゲーやるかって言われたら厳しいな。夏色ハイスクールがあるわけなんだから。これな、これもっとダメだろ。D3 パブリッシャー、マジ、一回これどっかから厳重な注意。これあれか、ゲームのスクリーンショット見れねえのか。ね。極小ビキニゴールデンボール。いや、これ何、YouTube 的にはこの画像は多分ね、今モザイクかけるから、もしくは全くなんか消してると思うんだけど、ドスケベな水着着てる女の子が出てきた。それが300円でコスチュームとして買える。夏色ハイスクールをぜひよろしく。じゃねえんだよ、バカ野郎。バカ野郎っつってね。ちょっとのんびりしたゲームがやりたいなっていう気持ちはすごい強まってます、ぶっちゃけね。ほらほら、俺がゴールデンウィークにおすすめだよって言ってる、そのメタルギアソリッド5ファントムペインも 72% オフだよ、マジで。っていうかさ、メタルギアってもともと9072円もしたんだね。高かったんだね。まあ、そんな感じで、まあ、入っておりますよ、いろんなゲームが。うん。D3 パブリッシャーがすごく目につくな。お姉ちゃんバラとかね。D3 パブリッシャーこの野郎っつってね。まあ、そんないろいろありますけども、ゴッドウォー3のリマスターとかもある。塩。だって塩。8割引き。258円。どんなゲーム？横スクロールの、なんかこう最近のインディーゲーにありよくありそうな感じの雰囲気感出てますね。で、インディーのゲームがいろんな賞をね、手に入れてますよという感じで。これ横スクロールの赤炉じゃん。いや、赤炉って言ったら怒られちゃうから。なるほどね。なんかこうちょっと難しそうだね。苦しむのか言って、これ難易度、バリバリの難易度っぽい感じか。バリバリ難易度臭いなね。え、見るからに難しそうじゃん、こんなんね。あかん。いや、すごい面白そうなんだけど、ちょっと今の気分ではない。平和ほのぼの、のんびりやりたい。なと思ってます。じゃ、これか、ハートフル彼氏か、これ。いや、これなんか正月の時もなんかこれさ、選択肢に出てきたよな。なんなんだよ、これ。あ！ちょっと待って、また例によって、ちょっとスクリーンショットが、画面に現れない状況になったね。これさ、PS ストアさ、利用してたらさ、こうやってゲームたくさん見てたらさ、スクリーンショット見れなくなんない？なんか、しょっちゅう。ちょいちょい。ビデオも含めて。ほら、拡大されないんだよね。
なんなんこれ、ちょっと PS ストアちょっと頼むって、本当にね。買わせる気あんのかと。ゲーム買わせる気あんのかと。スクリーンショットも見ずにゲーム考えられねえぞと。あ、もう終わりか。まあもう終わりか。まあいろいろあったんだけど、なんかね、目を引くようなものあんまりなくて。どうしようかな。じゃあ今ね、61% 以上オフを見てきたんだけど、全部見よう。ゲーム本編全部を見ていこう。ね。はい、ドン。やばい、これだもん。もうバイオハザード RE2 とか 25% オフだよ。で、キングダムハーツ3が 33% オフ。これはいいね。で、ニーヤもあって、ペルソナ5もあって、ウィーレー、エースコンバットも安くなってる 20% オフ。ジャンプフォース 15% オフで、デッドアライブ6 10% オフ。デッドアライブってでも基本無料で今遊べるよね、確かね。まあ、気に入った方は今買っちゃえば得だよねっていうそんな話かな。ね、PUBG とかね、40% オフだって。ドラゴンクエストビルダーズ2なんかも結構長いこと売れてたよね。3割引きだよ。今、いいね、いいね。ファークライにいるのが今絶賛俺積んでるから買わねえっつうの。でも3割引きですね、と。キングダムハーツ 1.5、2.5 も 33% オフ。で、メトロ、メトロクサンサーでも 10% オフか。ね。じゃあ、やめてあげて。レフトアライブ、30% オフ、6274円ってちょっと、もう今ゲオとか行ったらもう1000円ぐらいで売ってっからさ。そこちょっともうちょっと加味して値段設定してあげてもいいんじゃない？もう絶対こんなもんオンラインで買う人いないじゃん、だってね。ちょっと調べたらわかるんだから。その辺ちょっとうまく考えてな。せめてこう1200円ぐらいにしたら、あるいは売れたかもしれないね。テイルズとか、アークとかもある。バトルフィールド5とか。まあここ最近ですやっぱり人気だったゲームとかも全然あるよね。全然ある。レッドデッドリデンプション2も安なんだ。30% オフ。すごいな。ストリートファイターか。いや、俺もともとストリートファイター結構好きで、5はやってないんですよね、でもね。ホライゾン半額だよ、これ。やばい。デトロイトはもう 20% オフ。だけど、デトロイトはもともとね、もうバリューパックになってるから、めっちゃ安い。ドラクエも半額。なんか意外とねえな。なんかこう、今やりたい気持ちのものがあんまりないな。シムズ行くか、これ。シムズ1500円とかだけど。ねえ。クルー、ゴッドオブウォーも安くなってる。で、ラストオブアースも1500円で買える。まあ、ラストオブアースもだいぶね、時間の経ったゲームだから、あれだけどもね。いやー、でもこれ普通にさ、なんかゲーム買おうと思ったらめちゃめちゃいいね、このセールはね。すげえ安くなってるもん。だいたい半額に見えてくるよ。うわー、これいいかも。カプコンベルトアクションコレクション。いやー、ちょっといいなー。懐かしい。しかもオンライン協力か。まあ、オンライン協力でも誰と協力すんねんって話だけどね、俺の場合ね。でーとか言いながらね。ちょ、待って、これは非常にいい。カートに入れる。カートに入れて、買い物続ける。で、あとは、なんかあるかね。あ、聖剣伝説2だって。これあれか。残念リマスターのやつか。残念リマスターとか、残念リメイクのやつかな。だね。どう残念だったんだろうね。なんかこうやって見る限り別に残念感はそんなに感じないよね。バグとかって言ってたっけ？ね。まあ、このグラフィックの時点ででも買う価値あるよね。この、スーパーファミコンの時さ、この箱のさ、絵がすっげえ綺麗だったんだよな、これね。スクエアの出すゲームのね、スーパーファミコンのね、パッケージはね、めちゃかっこよかった。ファイナルファンタジー6とかもすっげえかっこよかったし。あ、って言ってたら、ちょっと待って。がっつり VR になっちゃった？もう VR か、全部これ。あら、今回ちょっとまだ、3つしか買ってないね。あれだよね。ボーダーランズが確か500円ぐらいで買ったからね。でもね、3500円ぐらいってことか、今。まあ、1500円ぐらい余裕があるんだよね。待って。これがさ、1500円なんだわ。これが。まあ、ちょっと微妙にちょびっとオーバーしそうだけど。いや、これにするわ。シムズにするわ。ザ・シムズ4。これをカートに入れる。これで、だいたい5000円だな。ほぼほぼぴったりだと思いますよ。
ゲーム3つと追加コンテンツ1つを購入しました。いやー、これでね、また新たに積みゲーが積まさりましたね。平成最後にゲームを積んでいくということですよ。これで、令和が始まってもね、ゲームに困ることはなさそうだということで、いやー、いい5000円の使い方だった。今回のセールはね、個人的にはでもそんなにね、ピンとは来なかった。だってさ、目玉のゲーム持ってんだもん、もうすでにね。バイオハザード RE2 とキングダムハーツ3、これこの辺が多分一番目玉なような気がするんだよね。結構安くなってたしね。持ってない方は絶対ここで買うべきだと僕はちょっと思うんだけれどもね。まあそんなわけでね、とはいうもののね、ちょっとね、カプコンベルトアクションコレクションちょっとね、ファイナルファイトやりたいなと思っております。というわけで今日はここまで。普通にセールでゲームを山ほど買ったっていう、ただそれだけの動画となっておりました。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんもぜひ、いい令和を迎えてくださいじゃないか。いいセールをゲットしてください、ぜひ。いいね。あるいは、いいゴールデンウィークを過ごしください。この辺でまとめていきましょう。じゃあねー。